んにちは。ハーモニアスニュースの時間です。平成26年もハーモニアスニュースをよろしくお願いします。早速今回のラインナップをご紹介します。昨年12月から今年1月にかけて茅ヶ崎で様々な催しが行われました。まずは昨年12月に茅ヶ崎市のサッカーチーム茅ヶ崎 FC 烏帽子に贈られた茅ヶ崎市特別表彰の模様をご紹介します。茅ヶ崎 FC 烏帽子は60歳から75歳までの茅ヶ崎市出身のメンバーが中心となって構成されたチームぞよ。この度60歳以上の選手が参加する年輪ピックに神奈川県代表として出場し見事優勝。この華麗なボールさばき、プロ顔負けぞよ。監督さんと選手に強さの秘訣を伺いました。私はやっぱりチームワークが良かったからっていうことに尽きるかなというふうに思ってますね。10代ぐらいから付き合ってる方もいますからね。性格も分かってますし、はい、特にこっちの方が皆さんお元気なんで楽しみにしてやってます。実は一人一人がね、自主トレをやってますね。時間を取って朝トレーニングしたり夕方したり。私もともとねバレーボールやってたんですけど、サッカーは25歳ぐらいとか始めたんですけど、もっと早く記録が良かったなと思いますね。茅ヶ崎市では様々な分野で活躍し、茅ヶ崎を盛り上げた方々を積極的に表彰しています。続いては12月16日に遠蔵小学校で行われた茅ヶ崎在住の柏村よりこさんによる講演をご紹介します。柏村さんは昭和20年8月6日広島で被爆しました。その時の様子を子どもたちの前で語ってくれました。通りに出た途端に息が止まった。ドロドロね、人が歩いてるんですけどね、それが人間とは思えないようなお化けみたいな人の行列。手がね、この皮がバナナの皮むいたみたいにこうめくれて、で上半身はみんな裸で、体液が真っ黄なの。その体液の流れる音がシャーシャーっていうのが聞こえるのよ。無言でただひたすら原爆から逃げ惑う人の行列。異様なほど静寂な中で聞こえてきたのは人の体から流れ出る体液の音だったといいます。そして柏村さんが看病していた男性の様子についても語ってくれました。おやけどしたとこが化膿してる。でそこを私が毎日包帯を取り替えに行くと、その化膿したところに蛆が湧くんですよ。生きてる人よ。でそれを取ってあげて包帯をしてあくる引くと、またそれがいるわけ。そのくらいぐらいして3日ぐらい経つと、そのおじさんがだんだん顔色が悪くなって、こう斑点っていうの出て、そして亡くなったんですけど、ご近所の人と一緒にそのおじさんを移そうとしてこう手を入れたらね、背中にザクザクザクッと手が入ってたっていうことは、生きながらもう腐っちゃってるっていうんですか。原子爆弾の跡ってそんな風だったのよ。柏村さんの被爆体験を聞いた子どもたちはどんな思いを抱いたのでしょうか。今日聞いた話のようなことをみんなに話したりして、その戦争が起きた時のその恐ろしさを伝えていけば戦争は起きないと思います。戦争は人が死んだりするだけだと思っていましたが、その戦争で死なずに取り残された人たちにも心の傷があり、戦争が始まりそうになっても自分は戦争はやることに反対します。暴力は振るわないで話で
国と国の問題を解決すればいいと思います。武力とか暴力とかむやみやたらに振ったり、なんかそういうことをしないような世の中をみんなで、もう今の世の中の人たち全員でしていかないといけないと思います。みんなが一人一人、昔辛い思いがあった人の経験を、思い出して、みんなで、戦争のない社会を作っていきたい、いければと思います。原爆の恐ろしさについて話を聞いた子どもたち、戦争と平和について一人一人さまざまな思いを抱いたようです。続いては1月11日土曜日から3日間中央公園で湘南地区で初めてのラーメンイベント、第1回湘南茅ヶ崎ラーメン祭が開催されました。全国から選ばれた人気ラーメン店と茅ヶ崎の湘南ラーメン会加盟店が中央公園に集結。全国のラーメン職人が魂を込めて作った美味しいラーメンを存分に味わいました。続いて1月13日茅ヶ崎市民文化会館で成人の集いが開催されました。今年の茅ヶ崎市の新成人は昨年より90名増えて2212名、男性が1125名、女性が1087名でした。新成人の皆さんのこれからのご活躍期待しています。続いては2月1日から始まるコンビニエンスストアでの住民票の写し、そして印鑑登録証明書の交付サービスのお知らせです。マルチコピー機のある全国のセブンイレブン、ローソン、サークル系サンクス、ファミリーマートで朝6時30分から夜11時まで利用できます。住民票の写し、印鑑登録証明書ともに1通300円です。利用する際の注意点を茅ヶ崎市役所市民課課長に聞きました。コンビニ交付サービスを利用するためには、コンビニ交付サービスの利用登録をした住民基本台帳カードが必要になるということです。現在住民基本台帳カードをお持ちでない方は、市役所の市民課で住民基本台帳カードの取得手続きとコンビニ交付サービスの利用登録の申請をすることで、このサービスをご利用いただけるようになります。すでに住民基本台帳カードをお持ちの方でも、コンビニ交付サービスをご利用いただくためには、この利用登録の申請が必要になるので、よろしくお願いいたします。そして今回、住民基本台帳カード用の写真を期間限定で無料撮影します。撮影時に住民基本台帳カードの新規申請も受け付けます。市役所市民課では、ご覧の日程以外でも住民基本台帳カードの新規申請受付などを行っています。詳しくは広報茅ヶ崎1月1日号、または市ホームページをご覧ください。続いては、茅ヶ崎市では 50cc から 125cc までの原動機付き自転車、いわゆる原付バイクのご当地ナンバープレートのデザインを募集します。募集期間は2月28日まで、1人1点です。最優秀賞受賞者には賞金3万円が贈られます。ぜひご応募ください。詳しくは茅ヶ崎市役所収納課までお問い合わせください。続いては2月の茅ヶ崎のイベント情報です。2月も楽しい冬のイベントが満載ぞよ。まずは2月8日土曜日に開催される初摘み生わかめ祭りから。烏帽子わかめの直売をはじめ、わかめの味噌汁の試食などを行います。場所は茅ヶ崎漁港三さばき所。
時間は朝9時から。毎年すぐに売り切れてしまうのでお早めにお越しください。詳しくは茅ヶ崎市役所農業水産課、または茅ヶ崎市漁業協同組合電話823025までお問い合わせください。続いては2月14日金曜日、柳島キャンプ場グランドオープン直前企画として、冬キャンプの魅力が満載の星空バレンタインをご紹介します。冬のあったかキャンプ料理やチョコレートフォンデュの体験、さらにはプラネタリウムやスターウォッチングなどを行います。時間は午後3時から夜8時30分まで。定員は100名、費用は1000円です。小学生以下は無料です。参加ご希望の方は1月31日までにお申し込みください。詳しくは柳島キャンプ場電話871385までお問い合わせください。最後は2月21日金曜日と22日土曜日に開催される湘南花の展覧会をご紹介します。場所は辻堂駅前のテラスモール湘南です。湘南地域で育った美しいお花が大集合。茅ヶ崎市、藤沢市、寒川町、西一丁の花の生産者による寄せ植えやアレンジメントの園芸講習会も開催します。来場者の投票による湘南フラワー総選挙なども開催します。ぜひお立ち寄りください。詳しくは茅ヶ崎市役所農業水産課までお問い合わせください。以上、2月の茅ヶ崎のイベント情報でした。楽しい茅ヶ崎の冬のイベントにみんなで参加して寒さを吹き飛ばすぞよ。最後に新春お年玉プレゼントです。広報茅ヶ崎1月1日号に記載されているキーワードと今回のハーモニアスニュースで放送するキーワードを記入して、2月7日金曜日必着でハガキかメールでご応募ください。抽選で7名の方にプレミアム感たっぷりのオリジナルイラストをプレゼントいたします。キーワードは〇〇キャラメルです。〇〇の2文字は広報茅ヶ崎1月1日号をご覧ください。ちなみにキーワードのヒントは私ミーナの大好物です。皆様のご応募お待ちしています。以上、ハーモニアスニュースでした。